はい、上位にやってきました。タイガーから藤本山へ行きましょうかね。今どこおるんだな。あら、わからんな、これでは。万葉展望台、これが藤本山の頂上かね。書いてないな。800m やからね、30分ぐらいかかるか。さあ行ってみましょう。あら、だんだん暗くなってきますよ、これは。100m 来てもうしんどいわ。800m しかないんだけどね。丹山神社まで 2.5km とかだったけど、行けるんだよな、歩いて。あら、行かれへんやそれ。さすがこっちやろな。こらやば、やばなってますね。これ見るとなんかね、もうちょっと雪なくなるんやけど、これこらいけんの、これかかんで、かかんでやね。いや、これ行かれんわ。あ、下歩いた後全然ないわ、これ。全く歩いた後ない。え、ほら、取れんの。全然歩いたくないな、これ。これ、こんな感じやけどね。人がね、歩いた気配がないんですよ。お、なんかあるのか。万葉展望台、丹山神社。平尾行き、あれ？ってことは、こっち上がるの？こんなとこ上がっていくの？こんな。これ行けんの？600m 後。これ人が歩いてないね。完全な登山道でございます。あそこからセミ鳴いてるね。今平地は全然セミが鳴かないんでね。セミの声ばっかりやね。冬のと旗のにはいっぱい鹿がおる言うたけど、ここらんのかね、鹿。鹿食べたような跡ないか。ないな。全然な、鹿食べたような感じないね。だけどね。おお、消防署、始まん。この辺はなんちゅう、歩きにくさや。800m を30分で上がるじゃんやから。お、奥に石があるの、これ。この石なんか使えそうな石やな。来てんねんな、この道があるということは。全く歩いてないことないんだ、これ。いやー、これはどういうことだろう。倒木やね。これは、杉もヒノキもないから、一見植えて伐採したんかね。沢の音がするけど、水が 見当たらんな。ああ、ギリギリ流れてる。岩盤の上は、これ。この上は、丸太が、お、水も、まあ出てきてるね、これ。これ、いっぱいやな、ここ。いやいや、登山口咲いてないな、今日。しまった、しまった。晴れたのにね、こんな水がね。あら、熟浴や、ここ。これ、でも崩れたんだ、これ。いや、これはちょっと。
仕事の時のここから。これは降りるの大変やな、これ。登るより降りるの大変よ、ここは。降りるのが大変でございます。やっぱりアフリットのみんなな。ゴイ降りてるわ。ゴイ降りてる。あと半分でございます。30分やからね。いやー、この辺全部、階段が壊れてますわ。まあ、ほとんどの人歩いてないね、これ。歩いた跡がほとんどないね。もう下がすごい。これ右は移動か。あと10分ほどしかないかけどね。なんかずーっとや。いけ。ただ水がいっぱい流れてるし。おお、ここで上がらないかね。命放ってんか、これ証拠だな。強烈やな、この辺登りが。降りるの大変でございます、ここね。登るよりもね。よいしょ。はい、こんなんやからね。この辺は、ヒノキかいね、やっぱり。ヒノキですわ。どっち行くのよ。左行くの、これ。